はい、皆さんこんにちは。ハモンドオルガン奏者の土田晴信です。今日はジャズスイングにおいて大事なルールの一つお話ししたいと思います。まずはですね、こちら8分音符2つあったら、この3連符の2つと1つで演奏するとよく表記されてると思います。もちろんこれいろいろな場合によって変わってくるんですけども、ちょっとミディアムテンポでやってみたいと思います。まあこのような感じですね、演奏されると思うんですけれども、これがですね、実はテンポによって変わってくるということなんですね。どういうことかっていうと、アップテンポになってくるとこの3連符の2つと1つが8分音符、ストレートの8分音符2つになってきます。ビバップのメロディーなんかでよく聞かれると思うんですけれども、ちょっとアドリブでやってみますね。まあこのような感じ、もしくはもっとアップテンポだと、まあこのような感じになると思います。今聞いていただいた感じで分かるように、音符自体、8分音符自体はもう完全なストレートのニュアンスになってると思います。こっちのニュアンスでは一切弾いてません。ということでテンポによってこの、まあ、表記されているものが変わってくるということが大事なことなんですけれども、ではミディアムテンポにおいてこのように弾くとなってたりするんですが、これもちょっと大事な点があります。このままで演奏するとですね、ちょっとダサいというか、あまりかっこよくない演奏になるんで、その辺は次回お話ししたいと思うんですけれども、今日はもっともっと大事なルールでですね、四分音符についてお話ししたいと思います。まず四分音符を見たら四分音符の長さで弾かないということですね。例えばこのように四分音符を見たら、この8分音符で弾くということが大事なルールの一つです。これなかなか教えてくれる人やですね、話す人がいないんですけれども、私がアメリカの大学のジャズ科に入学した時に一番最初に習ったルールの一つでもあります。でその時にこの本をよく使ったんですけれども、この本ダンスバンドリーディングって、まあ、あるんですけども、でこれダンスバンドってどういうことかっていうと、今のダンスバンドと違ってスイングのことを指すんですけども、本当に昔に書かれた本なんですけどね。これでこの四分音符の弾き方についてもちろん書いてあるし、あといろんなエチュードとかですね、譜面のエクササイズみたいなのもたくさんあります。これ全部やると結構鍛えられるんですけど、もし興味のある方はですね、日本でちょっと買うのはなかなか難しいかもしれないんですけども、こういう本があります。特に管楽器奏者の方がね、おすすめかもしれないですね。まあもちろんピアノ奏者とか他の楽器にも使えるんですけども、まあ持っといて損はないと思います。とってもリーズナブルな感じだと思うんですけども、それでこの四分音符見たら8分音符の長さで弾く。でもっと大事なのは、もちろんこの長さもそうなんですけども、四分音符があってテヌートがある場合はそのままの長さ、そして四分音符以上四分音符以下の場合はそのまま。で時々よくあるのが、こういうの見ますよね。
8分音符があってタイでつながっていてまた8分音符がある。でもこれ全体的に見ると四分音符ですよね、長さは。でこの時どうするかっていうと、実はここで終わりでいいです。こっちは弾かないですね。ということでこういうような譜面を見たらこっちの長さで弾くと。で例えばちょっとここに付け足しますけれども、時々ねこういうような譜面を見ると思います。でももちろんこっちにまあこれで2分音符があったりしますけど、この時の弾き方っていうのはこれ実はこうなりますね。8分音符があって4分音符があって8分音符ですけど、これ実際に演奏する時はこのように8分音符2つあって9分があってまた8分音符があるっていうような感じで演奏します。で書く時もこちらで書くことの方が多いです。こっちよりも上で書くよりも下の方が実は慣れてくると分かりやすかったりします。ということで書く時にももちろん大事なポイントですし、演奏する時ももちろんそのように演奏しなきゃいけない。でこれどうやって演奏するかっていうことなんですけども、例えばこれ見てどのように演奏したらいいかなと思う時に、よく発音でやるとダで演奏することがいいですね。こうダダダダっていう感じで、このダダダダで演奏するとこの休符が感じられると思うんです。なのでダダダダと、でよくね四分音符が羅列してるメロディーがあると思うんです。ちょっとアナザユーとかやってみますね。ちょっと今最後メロディーのリズム変えてしまったんですけども、今普通に四分音符弾いてダダダダって言っただけでこれだけ変わると。で普通に演奏したらこのようにね演奏してる方も多いと思います。それでこの四分音符の時はとにかくダダダダという感じで歌えばいいと思います。例えばオータムリーブスもこのようにね、これがん全然ニュアンス違いますよね。この四分音符の弾き方だけでこれだけ変わってきます。ということでビッグバンドだったりとか、もちろんコンボもそうですし、アドリブについてもそうですし、全てにおいて四分音符を見たらとにかく8分音符の長さで弾いてあげるっていうのが大事なルールです。テヌートが来た時にはそのままの長さで弾く、これ大事なルールなんで忘れないでください。ということで今日は四分音符についてお話ししました。今日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。